皆さんこんにちは。 NTT 東日本想定部の渡辺です。今回はドライブについて撮影しました。ぜひご覧ください。今回撮影に協力してくれたのは三島玲奈です。笠原みのりです。それでは行ってみよう。それでは初めにドライブのポイントについて見ていきましょう。ドライブのポイント一つ目は、腕肩リラックスしてオールにぶら下がることです。二つ目は、ドライブの始まりから終わりまでブレード一枚の深さで支え続けることです。それではこの二つのポイントを意識して実際に漕いでいる映像を見ていきましょう。まずは良い例を見ていきましょう。腕、肩がリラックスできていて、ブレードも一枚の深さで支えられています。悪い例も見ていきましょう。腕、肩が力んでしまい、グリップが横に引けていません。これではブレードも深くなってしまい、船のスピードもなかなか出すことができず、疲れてしまいます。最後に良い例と悪い例を比べてみましょう。動きの違いが一目瞭然ですね。良い例の方が横に支える時間が長い分、船に推進力を与えられています。二つのドライブのポイントを上手に表現できていますね。それでは次に水上でできるドリルを紹介していきます。一本ローというドリルになります。リラックスしたエントリーポジションからオールにぶら下がってブレードを一枚で横に支える感覚をつかみましょう。一本ローで感覚がつかめたら、三本ローにトライしてみましょう。船のスピードが出てきても、一本ローと同じようにリラックスして横に支える感覚をつかみましょう。次に、エルゴメーターを使ったドリルを紹介します。ベルトを使って行うサスペンションのドリルです。エルゴメーターとグリップをベルトで固定すれば準備完了です。準備が完了したら、ドライブ中のいくつかのポジションで腕肩をリラックスしてグリップにぶら下がる感覚とグリップの高さを一定にして横に支える感覚を確認しましょう。グリップにぶら下がるためにストレッチャーを足でしっかり押すことも大切です。どのポジションでもストレッチャーを足で押しながら腕、肩をリラックスしてしっかりぶら下がることができれば OK です。フィニッシュポジションまで確認できたら、最後にドリルで確認したぶら下がる感覚と横に支える感覚をフルスライドで確認しましょう。いかがでしたか？これでドライブ編の動画は終わりになりますが、
皆さんのスキルアップに少しでもつながればと思っております。それでは次回のボート教室動画にもご期待ください。